今回は浜松駅から浜北方面へ行く遠州鉄道の路線に乗ってみます。53系統です。終点まで乗らずにまた別のバスに乗る都合で、終点のキラリタウンへは行けてませんが、ほぼ終点まで行くことはできました。バスがやってきました。遠鉄バスでは最も保有数が多い、扶桑のエアロスターです。型は少し古い仕様です。行き先のところがサブボードでキラリタウン駅と補っている感じですね。方向幕が足りなかったのでしょうか。一番前面展望が取りやすい席が空いていないタイプのものでそれが残念ですね。なお、乗客は10人程度で全員着席できますが、割と乗車率は高いなぁという印象を受けました。さて、発車です。浜松駅のバスターミナルからとりあえず西方面へ進んでいくのが特徴です。夕方ですので渋滞にはまっています。かなりゆっくり進んでいきまして、市役所あたりまで乗客は増え続けていきました。多くて15人から20人くらいでしょうが、座席は10分足りていますので、相席をすれば席が足りるほどのものです。まだまだ余裕があります。本当に混むと立ち席ですからね。中沢から先は、このバスは直進します。医科大学方面50系統のバスとはここまでルートが同じですが、ここから先は分岐をして、こちらのバスは中央署方面へ直進していきます。片側2車線ある、飛び竜街道という道路を通っていくのですが、予想以上に渋滞がひどくて一向に進んでいきませんね。想定外です。この後の予定が詰まっていますから、少し気になるところです。乗客はこの辺から、少しずつ減っていくので、割と短距離の利用が多い感じです。撮影日は冬ですので、真っ暗ですがまだ5時台です。なんとか、上島のあたりまでやってこれました。ここから左折をして萩岡方面へ行くバスです。初めて乗りましたが、この辺で降りる人もそこそこいるので、需要が割とあるんでしょうね。ただ、さすがに郊外ですのでここからさらに北方面へ行こうとする人はいませんね。そういう需要はなく、都心の学校や職場から北方面へ帰宅する時間帯なんでしょう。この辺は1時間に2本しかバスがなく、割と中心部に近いのに、便が良くないなぁという印象があります。もう渋滞はないかと思ったのですが、萩岡でさらに渋滞にはまっています。次半折をして50系統が走るバイパスに寄ろうとしているのですが、なかなか渋滞がひどくて進みません。ここを越えるのに5分以上かかりましたね。動画ではさすがにカットしていますが。さて、まっすぐ進んで、北進していきます。方角がわかりにくいとは思いますが、北進しています。行き先は浜北のキラリタウンという住宅地で、今は西寄りに進んでいますから、また東に行く必要があります。ここら辺で降りる人はいませんね。だって、50系統を使えばいいだけですからね。だったら、この道を通らず一本東とか工夫をするといいと思うのですが、系統の都合上、当面は50系統の走る経路と重複しています。途中で50系統とはお別れをし、旭ヶ丘を経由します。住宅地ですが、バスがない区間で、不便ですので、こちらを通るのでしょう。
なお、味方は営業所で先ほど分岐した50系統の通り道と直行しますから、この狭い経路を通るのは、住宅地のお客さんを拾っていくためでしょう。降車客、乗車客ともにいませんでした。この辺では乗客がほとんどおらず、5人を切っていました。味方は、営業所は乗り降りすることもなく、ターミナルでも通り過ぎていきました。私は、少し過ぎたあたりで降りて、別のバスに乗っていこうと思います。その時に写真を撮ったんですが、降りた半田公園のバス停は、バスポールに、降車専用とありましたので、多分、営業所から先の区間では、乗車扱いをしていないのでしょう。さすがにここから乗る人はいないでしょうし、降車だけならさっさと帰ってこれますからね。そういう都合もあるんでしょう。ただ、時刻表にはその旨表示されていませんでしたから、書いておいてほしいものです。では今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネル、マイトリップでは、毎日投稿の、名列車ほぼ日編、週1回の昭和編や、旅行記など多くの動画を投稿しております。よかったらチャンネル登録、高評価をお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。